敵が凶悪な兵器を放ってはおけないと意気込む遠視と長飛と。おう、てめえら、ちょっと待て。よく考え、ダメに決まっ、なんだかよくわからない話だね。もうさっさと行くぞ。この城に設計図があるって話だ。凶悪な兵器作らせてたまーく。凶悪な兵器ね。まあいいや、進もうか。人間の記憶が誰か門を守ってやる。あがれの面倒だ。さっさとのしまえ。ぬすっとらしく素早く決めてね。ん、貴様らここで何をしている。ああ、お疲れ様です。和平の使者として参りました。なら良いが、このような子供を使者としてよこすとは。我らにて無双の武を示さない。あんな風にごまかすなんて、なんでてめえ大泥棒の素質があるぜ。子供か。ああ、やっぱりあいつらどうぞ。大丈夫、騒ぎになる前にやるから。記憶にいきなり何、ちょっと雰囲気怖いんだけど。こんだけ早く倒しはバレねえだろ。しかし安定のやつ何が効いたの。騒がしいと思ったら盗っ人か。者ども、出会え。城外の味方にも知らせよ。バレてーら、仲間を呼ばれるとやべえぞ。ここは俺に任せとけ。おめえらは天霊兵をぶっ倒してこい。なんとか仲間は呼ばれずに済んだ。よし、戻って長飛と合流するぜ。なんとか大騒ぎになる前に倒せたな。他の兵には気づかれてないみてえだぜ。わあ、すごいの見せてもらっちゃったよ。盗賊が侵入したと聞いて待っていた。さあ、おとなしく。え、消費どめ、忍者の息子じゃねえか。面倒なとこで会っちまったぜ。まだ忍者の息子でよかったぜ。我が子に会ったらたまったもんじゃねえ。城がこういう作りなんだから、俺様の読みではこの辺りにあるはずだ。お前ら何してる。そうか、噂の盗賊だ。武装の武を示せ。完全に五右衛門と一緒にされてんじゃねえか。そんなバカらしい理由、さっさと終わらせてやる。この盗賊だ、強引すぎるぞ。やっぱこっちの方が話が早いな。で、設計図ってのあったのかよ。見ろよ見ろよ、お宝の山だぜ。
見せてもらっちゃったよ。お宝。うん。やっぱり設計図じゃないんだ。あ、やべえ。いや、これはその。来たる水流。俺たちを騙しやがったな。ふざけんな。ぶっ飛ばしてやる。口が滑っちまって。俺様一瞬も風化。黙れこの野郎。おめえのせいで俺は盗賊扱いされたんだぞ。そうだ、やっちゃえやっちゃえ。昼寝してればよかったかな。俺様が悪くて謝るから許してくれ。まあ結果的に敵の物資を奪えたし、今日はこの辺にしといてあげようよ、長さん。盗賊がいたぞ。絶対に逃がすんじゃねえ。あらら、ちょっと騒ぎすぎたみたい。やべえ、急いでつまかるぞ。長藩の英雄を海賊にしちゃったね。後でどうなっても知らないよ。え、張飛ってちょっと強いおっさんじゃないの？てめえ、あれたっぷり思い知らせてやるからな。わあ、すごいの見せてもらっちゃったよ。なぜあなたが盗賊に。おめえもいるのかよ。見なかったことにはしてくれねえか。どうしてこうも顔見知りばっか出てきやがる。なんか俺だけ損してねえか。ああ、そりゃついてねえな。日頃の行いが悪いんじゃねえか。ゴエモンさん、火に油注ぎまくってる。あれ、すごい度胸。さっきから敵は知ってる連中ばかり。嫌な予感しかしねえぞ。盗賊なんて許せない。覚悟して。まさか父を。制裁。父を。ついに逆大発作に盗みまで。違うんだ制裁。俺はこいつに騙されて。言い訳は情けない。父を見損なった。やったな。もうすぐ出口で張り切っていこうぜ張飛。ゴエモン、おめえに分かるか。無双の分を示せろ。この悲しみがよ。わあ、すごいの見せてもらっちゃったよ。盗賊め、ここはこの長方が通さねえぜ。親父、やっぱりおめえも来ちまったか。俺もやけくそだ。かかってこい長方。親父の悪行を止められないなんて。否定したいところだができねえ。お宝持って脱出成功ってなわけで、一点ラグジーク。それはどうかな、ゴエモンさん。誰かが本当に凶悪な兵器になっちゃうかもよ。天下無双の武、ここに極まれり。
お宝を手に入れて、あ、無事脱出。やったぜ、もう言うことなしって。だけど残念なことに。は？何言ってやが。ゴエモン、てめえふた超ひとぼけんじゃねえ。お天地がひっくり、ま、ま、うわ、すごい破壊力。これは執着。やったじゃねえか。